1994年サハラ航空ボーイング737墜落事故は、1994年3月8日に発生した航空事故である。インディラガンディ国際空港で訓練飛行を行っていたサハラ航空機がタッチゴー訓練中に墜落し、飛散した残骸によりアエルフロートのイルシーンイルマイナス86でも火災が発生した。 乗員4人とアエロフロート機の4人、地上職員1人の計9人が死亡した。サハラ航空の所有するボーイング737から 2R4C は1979年に初飛行を行っていた。民営イエメン航空に 7OCAI として納入され、同年12月に b g b へ売却された。複数の航空会社へリースされ、 アロハ航空に売却された後に、サハラ航空が購入した。機長は43歳のインド人男性で、この飛行ではインストラクターを務めていた。総飛行時間は7263時間で、ボーイング737では2821時間の飛行経験があった。機長は1992年に以前務めていた、インディアン航空でボーイング737の インストラクター資格を取得していたが、実際にインストラクターとして乗務するのは今回が初めてだった。訓練生 A は25歳のインド人男性であった。総飛行時間は330時間で、ボーイング737では140時間の飛行経験があった。訓練生 B は23歳のインド人女性であった。総飛行時間は280時間で、 ボーイング737では50時間の飛行経験があった。訓練生 C は27歳のインド人男性であった。総飛行時間は330時間で、ボーイング737では150時間の飛行経験があった。アエロフロートの所有するイリューシンイル -86 は1991年に初飛行を行っていた。 1991年10月にアエロフロートへ CCCP-86119 として納入され、1993年に RA-86119 として再登録された。アエロフロートの保有するイル -86 は3月7日の MSK20 時40分にインディラガンディ国際空港へ着陸した。この機体は アエロフロート588便としてシンガポールからデリーを経由してモスクワへ向かっていたが第3エンジンに不具合が生じたためインディラガンディ国際空港で運航を一時的に取りやめており乗客は空港付近のホテルに滞在していた翌3月8日イルマイナス86はインディラガンディ国際空港からウズベキスタンのタシケントを経由して モスクワへ飛行することが決定した。出発は18時30分を予定しており、事故当時は機内には、アエロフロートの社員2人とロシア人、エンジニア1人、インドの空港職員の、計4人がいた。また不具合は修理され、機体には52トンの燃料が補給されていた。サハラ航空のボーイング737のニア R4-C は、インストラクター1人と訓練生3人を乗せて、 訓練飛行を行っており、5回のタッチゴーを済ませていた。今回の訓練は、サハラ航空が独自に行う初めてのボーイング737の飛行訓練であった。現地時間14時12分に、左エンジンの故障を想定した6回目の離陸が行われ、機体は滑走路28から離陸した。コックピットボイスレコーダーの記録から、 事故当時に操縦していたのは訓練生 C だと推測されている。離陸後パイロットは故障を想定しエンジンの出力を下げた。その直後に機体は急激に左へ傾き、バンク角は100度近くに達した。機体は400から500フィートまで上昇したが、徐々に降下し始めた。その後、バンク角は60度まで戻ったが、再び傾斜し始め、 左に80度傾いた状態で空港のコンクリート壁に激突し炎上した。残骸は衝突したコンクリート壁の近くにある国際線ターミナルのエプロンに駐機されていたアエロフロートのイリューシンイル86にまで飛散し、これによりイル86で火災が発生した。サハラ航空機の4人に加えてアエロフロート機で発生した火災によりアエロフロートの 社員二人と空港職員一人、さらにエンジニアが搬送先の病院で死亡した。また、地上にいた職員一人も亡くなり、合計九人が死亡した。その他、アエロフロート機の付近で作業していた四人の地上職員が負傷し、病院へ搬送された。FDR のデータインドの航空事故調査委員会が調査を行った。事故機には、 フライトデータレコーダーが装備されており、ロール角、ピッチ角、方位、垂直速度、操縦桿の位置、エンジン圧力比、待機速度、高度の情報が記録されていた。記録からラダーが左へ操作されていたことが判明した。非対称な水力と左へ方向打を操作したことによって機体が横滑りを起こし、回復不能の状態に陥った。操縦桿は右へ、 操作されていたが、左への傾斜を打ち消すには不十分だった。インストラクターは機体が傾くにつれて、ラダー、ラダー、ラダー、話せ、話せ、話せと発した。この呼びかけの直後に方向打の操作が止まり左への傾斜も収まったが、機体を立て直すには手遅れだった。報告書ではパイロットエラーが指摘された。インストラクターがラダーの使用について、 明確な指示を出さず、その結果訓練生の一人が誤って反対の方向にラダーを踏み続け、機体が急激に左へ傾いたと結論付けられた。この事故では、事故原因はボーイング737で、発生していたラダーの故障だという意見もある。この事故のおよそ3年前に発生した、ユナイテッド航空585便墜落事故では、ラダーが意図せず片側いっぱいまで振り切れ、 機体は制御不能となり墜落した。この事故の原因は、サハラ航空機の事故発生時には明らかになっておらず、この事故もラダーの故障が原因ではないかという推測がなされた。アメリカの専門家が墜落したサハラ航空機のラダーパワー、コントロールユニットを調べたところ、事故機のピークは正規品ではなく、無許可で製造されたものだった。これらには、 寄贈されたシリアルナンバーも記載されていた。ピークの検査では特定の条件下においてラダーの逆転現象が起こることが判明した。パイロットが素早くラダーを操作した時、意図した方向とは逆にラダーが動く可能性があるということが明らかになったが、サハラ航空機でそれが起きたとは証明できなかった。ありがとうございます。